はい、どうも。新年明けましておめでとうございます。はじめでございます。今回ちょっと急遽動画を回している感じです。本当は新年の三が日はちょっとゆっくりしようかなっていうふうに思っちゃったんですけど、今回急遽動画回してるんですよ。ちょっとこれ見てくださいよ。ほら、ちょっとこの動画見てください。前回靴紐変えたじゃないですか。平紐、ブリフター足の平紐にで変えて、でほどけるんですよ。めちゃくちゃほどけるんですよちょっと歩いたらもうすぐほどけるみたいな感じだったから、ちょっと今度これこそ例の絶対にほどけない結び方っていうベルレッティ結びっていうのをこれからねやっていきたいなっていうふうに思って、自分が忘れないように動画に残しておこうと思って、靴磨きですごい有名な方たちがみんなやってる結び方、そういう結び方なんですけど、もしよかったら皆さんも参考にね、ちょっと自分もこれから初めてやるの でそもそもベルレッティ結びをするためにこの長い、わざとこう靴ひもをちょっと長め、余らせる感じで長めを選んだんですよ。80センチの。もしね、参考にベルティ結び自分もしたい、靴紐すぐほどけちゃうんだよみたいな人は、もしよかったら自分と一緒にベルティ結びをマスターしましょう。はい。じゃあね、いろんな角度からやろうと思うので、とりあえずね、これブリフトアーシュのシューレース平紐なんですけど、これすごくいいですよ。やっぱり平紐って、まあ僕の感想なんですけど、やっぱり大人の風格が出る。すごいね、オシャンティーな感じがしてすごいいいんですよ。ほら、この感じがたまらんで、しかも個人的にいいなっていう風に思ったところがこれですかね。この先端の部分、これ名前がアグレットとかシューレースチップとかシューレースパイプっていう風に言うらしいんですけど、この大きさがこの靴紐の穴の大きさとほぼ同じなんですよ。後付けでつけることができるものもあったりするんですけど、安いやつだと大きくて靴紐の穴通らなくて、だから一回一回このアグレットシューレースパイプっていうのを外して靴紐を交換するみたいな、そういう手間があって自分今までつけてこなかった、ついてるものを選ばなかったんですけど、このブリフトアッシュのこのアグレットの場合はちょうどぴったしで、ぴったりっていうのはちょっと細いのかな、細身なので通るんですよ。なので一回一回これを外して靴紐を結び直す、入れ直すってことをしなくてもいいっていう、すごいいいんですよね。本当に買ってよかった。余談はこれくらいとして早速やっていきましょう。じゃあ早速やっていきますね。まずは靴紐を1周、2周しますよと。はい、まずはこれで、そしたら輪っかを作りますと。ここまで同じで、いつも通りに作ります。ここまでは同じ。そしたら今できたこの輪っかをもう一回下に通して引っ張る。よいしょ、これでいいの。もう一回やりますね。紐を一周二周させて、一周二周輪っかを作っていつも通りに作ります。輪っかを作ります。そしたらこのできた輪っかをもう一回くるっと下に通して引っ張る。あ、失敗した。輪っかを作って下を通します。ここまでは同じかな。そしたらこの輪っかをもう一回下に、あ、わかった、通しますと。おお。でここのところをちょっとまとめると何かかっこよくなると。あ、できた。これで
いいのかな。これで本当に届けないんですね。でも確かにこう、ここのところがっちりしてるから解ける様子はなさそうですね。解くときはここでいいのかな。あ、こんな簡単に解けるんだ。へえ。はい、じゃあもう一回いきますよ。自分も覚えたいのでいきます。一周二周でピッと引っ張る。引っ張ったらいつも通りに輪っかを作ってシュッと通します。輪っかを2つ作ります。作ったらこっちの出来上がった方をもう一回下にくるっと通して引っ張る。お、だんだん慣れてきた。これで完成。自分ちょっとやってみた感想なんですけど、これ丸紐の方がいいかな。多分やり方間違ってないはずなんですけど、平紐だとそもそも紐に厚みがあるからちょっと不格好になるような感じはするけど、でも遠間から見たらそもそも分かんないですもう一回言います、もう一回言います。シュッと、おお、ほどけた。もう一回いきまーす。まずは靴ひもを一周二周でピッとやります。そしたら輪っかを作って巻いて、いつも通りにアップ、いつも通りにシュッと、ここまでやりますよ。そしたら今できたこいつをもう一回輪っかの中にくるっと通します。ここでピッと引っ張る。でギュッと、はい、こんな感じですね。はい、こっちが普通の蝶結び、こっちがベルルッティ結びなんですけど、そう、こっちだと普通にゆるゆるになっちゃうので、このベルルッティ結びの方が多分自分って多分やってみると分かるんですけど、確かにこうがっちりとして普通にやってもほどけないような期待値が高まってますこんな感じかな。はい、じゃあ最後にもう一回一緒にやりましょう。はい、ピーッと。いや、本当に YouTube 始めて、その、なんて言うんですかね、自分がやってきたことを記録するっていう風な意味でも YouTube やってていいなっていう風に思って、はい、で DM くださる人の方がいるんですけど、本当に自分のこの動画見てくれるんだみたいな、なんか もっといいクオリティの動画作りたいなって日々思ったりするんですけど、はい、ただまあ嬉しい限りです。本当にいつもありがとうございます。はい、もっとみんなの 役に立つ動画も撮りたいけど、もうちょっとね、かっこいい革靴のね、ライフスタイルみたいなのをみんなお届けできたらもったりもしますね。はい、じゃあ行きましょう。行きます。まずは靴ひもを一周二周引っ張ります。引っ張ったら輪っかを作ります。輪っかを作っていつも通りに蝶結びをしたら、この今出来上がった輪っかをもう一回上から下に通して引っ張る。ギュッと。で、長さの調整できた。はい、これがベルルッティ結びだそうです。いや、これ早く履いてみたいな。これでかっこいい平ひもと絶対ほどけない結び方のベルルッティ結び、これならはい、じゃらんすり輪や生活を安心して送ることができると思います。はい今回は結び方の動画なので、自分の記録用なので、はい、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。2021年2021もよろしくお願いいたします。はい、ではバイバイ。